どうも、オッキーです。広島に来て3日目ですね。ランチなんですけれども、まあ、先ほどですね、月ガラス体験を終えてですね、でやっぱりちょっとお昼になったんでね、お腹空いてきまして、今日ね、広島最後の日ですから、最後はやっぱりね、広島の焼肉食べたいなということで、網焼きハウスせせらぎさん、ここの焼肉が美味しいということで、はい、チェーン店とかいっぱいあるんですけど、はいはい、まあ、ここ個人でやられてて、ただしもう本当に分かりやすい国道54号線で、はいはいはい、大きな目の前に本当に6車線ぐらいあるような道の本当に、はい、あの焼肉屋で個人店っていうのはレポしたことがあんまないんで、はい、チェーン店が多いんで、取っちゃダメって言われるかなと思ったんですけど、はい、許可をいただきまして、ね、あ、もう良かったです。地元のつながりということで、はい、いや、ありがとうございます。いや、もう本当にね、今回は岸先生にね、いろいろ助けていただいてるんですけど、はい、まあ、ということなんで、ちょっとランチなんで、焼肉のランチ定食が あるということですので、はい、まあ、ちょっといろいろメニューもあるみたいなんで、はい、今からですね、せせらぎさんで広島最後の焼肉を食べていきたいと思います。今ちょうどね、ランチタイムなので、まあ、いろいろこう定食がいっぱいあるんですけれども、僕はホルモン大好きなんで、このね、ホルモン炒め定食、これね、頼みました。で、あとやっぱり焼肉屋ですから、焼肉もね、単品で頼みたいんで、頼んだのはこれです。せせらぎ極み5種盛り、それとね、やっぱりタンも食べたいんで、厚切り牛タンも頼みました。まずはですね、やはり厚切り牛タンからいただきます。いや、やっぱ今回までこの広島に来ても焼肉は外せないですね。いい感じにね、厚切り牛タン、いただきます。うまっ、見応えあって、タンなのにすごいうまい脂。いや、これうまいわ。タンなんですけど、肉の脂が和牛っぽいうまい脂が出てくるんですよ。いや、広島でこの牛タンうまいな。タンでこの厚さですからね、ハラミ並みの厚さですよ、これ。で、牛タンをね、味わった次は定食来ちゃいました。ホルモンめっちゃうまそうですね、これ。なんかこれはあのお店の方のおすすめみたいなので、ちょっと楽しみですね。ここは持っておきます。いただきます。うまっ、これはやばい。やっぱせせらぎさんのホルモン激うまいね、これ。ホルモン独特のね、この噛んだ時の油の出具合といい、あの旨味ね、だからこの食感とね、最高っすね、これ。すんげえ油詰まってますね。ソースが、
なんだろう、ちょっとキムチっぽい感じで、これまたね、ご飯が進むソースですね、これ。野菜もかなりゴロゴロしてるんで、ピリ辛がいいですね。で、あのわかめスープが入ってますね。ああ、出汁出てるね。これやばいな、止まんないな、これ。ご飯足りなかったかもしれないですね。大盛りにすればよかったな。大盛りだと50円か。ああ、大丈夫です。ちょっとね、ここでティッシー先生がレバニラ、これね、ちょっとグレードで、これができるのもまたいいですね。これはレバーゴロゴロしてますね。レバニラいただきます。おお、レバー柔らかいですね。変な臭みも全くないし、ね、レバニラも効いてる。うん、これはもうちょっと常備やりたいご飯ですね。定食安いんですよ。レバニラは650円なんですよ。で、まあ、僕が頼んだホルモンは700円かな。肉の鮮度とね、質がすごく良くて、味付けもソースも美味しいしね、これで本当650円と700円で食べれちゃうっていうのは、多分これ東京とかだと普通に1000円いっちゃいますよね。そしてまたホルモンに戻る。うん、で、あのこのね、ポテトサラダもついてますよね。これまた嬉しいですね。うまくて量があって安いっていいですね。高くてうまいなんて当たり前だからね。そんなのね。野菜はもうペロッとゴロゴロしてるんでね、考えますね。これ野菜だけでもご飯2つ分ぐらいいけるじゃないですか。ソースめっちゃこだわってるみたいなんですよ。でこの炒め物系のソースもね、自家製で、であとあの焼肉のタレもこれでしか来ないんですよ。卓上に焼肉のタレ置いてないんで、足りなくなったらちょっと、まあ、頼まなきゃいけないっていう感じで、でこの定食を味わいながらこちらせせらぎ極み5種盛り、2人でちょうど1切れずつあるし、焼いちゃいましょう。肉が焼き上がるのを待ってる間にね、この定食をいただくということで、最高ですね。さあ、そしたらね、常味の特製のソースでいただきます。お、うまっ、上味のコリコリ、油超うまいからの、ホルモンだね。たまらないですね。いや、また個人店でこのくらいしてこのクオリティやばいですね。でお客さんが全然絶えないんですよ。ヘイヤみたいなんですけどね、いい意味で臭みがあったりもするんですけど、全く臭みもなし、歯ごたえというよりかは溶けるハラミでしたね。ちょっとね、ここでもうね、ご飯なくなっちゃったんで、おにぎりなんですけど、
エゴマのハムスビというおにぎり。まあ、エゴマは北海道でよく取れる葉っぱで、すごくね、体にいいんですよ。で、あとこれ韓国海苔かなと、ちょっとクレープみたいな生地がついてて、まあ、これくるんで食べると思うんですよね。いただきます。うん、うまっ。エゴマの葉のね、この風味と韓国海苔とクレープ合いますね。で、ちょっとコチュジャンっぽい赤いのがついてたんで、少しちょっと若干ね、辛みもあります。うん、そしたらね、もう最後の締めになりますけれども、ヒレとあと、上カルビ残ってますんで、ジョーカルビこれ完全にうまいんで、これはね、最後の締めにして、ヒレもうまいんですけどね、ヒレいっちゃいます。ここからはね、牛ヒレジョーカルビ VS ワッキーということで、じっくりと話し合いたいと思います。特製ソースでいただきます。これやばいっすね、ちょっと。どうした生地ですよ、これ。歯茎で噛めます。歯なくても大丈夫ですね、これ。牛ヒレめっちゃ柔らかすぎますね。どんどん消えていくね。どんどん溶けちゃいますね。やっぱ個人店の強みなんですかね。もう肉の多分質が全く違うんですよ。そうですね。この質で値段が安いのは嬉しいですよね。でもこれ東京とか都心部でやっちゃったら 1.5 倍ぐらいいっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。超有名店の某超有名店のお肉と、結構いい勝負です。某はご想像にお任せします。最後ね、ジョーカルビ、いやー、どうやってやってようかと。最後、ジョーカルビいただきます。そしたらですね、いやせせらぎさん、うまかったっすね。美味しかったね。やっぱこれ個人店の強みなんでしょうかね。そうです。プライスがかなり、ね、リーズナブルにもかかわらず、この肉の質で提供されてるっていうのがね、一番すごいなと思ったのはハラミでしたね。あのハラミが溶けたのが僕人生生まれて初めてだったんで、噛み損ねた感じ。そうですね。美味しかった。やっぱあれはびっくりしましたね。まあ他のね、定食なんかも結構ボリューミーで、しかもリーズナブルで、もうね、600、700円ぐらいで、牛丼のチェーン店の定食にちょっと100円ちょいね足すだけで、あのクオリティのゴンって出てくるっていうのは、やっぱこれはすごいなと思いましたね。観光地とかっていうわけではないんで、はい、本当にこの番組を見た人は来てもらうとね、多分分かってもらえると思います。いやもう紹介していただいてありがとうございました。いやもう本当に美味しかったですね。で、せせらぎのオーナーさんもね、ご挨拶させていただきまして、めちゃくちゃいいお母さんでしたね。なんかこう優しい感じの、はい、すごくね、良かったです。こちら網焼きハウスせせらぎさん、これ場所はこういう感じで行けば、はい、54号線っていう通りなんですけど、はい、広島インターからもう5分ぐらい走った、5分ぐらい走る、はい、はい、そんな場所です、ね。まあ本当にアクセスしやすい、はい、場所にありますので、大通りの、はい、なのでぜひ、広島に来た際はこちらのせせらぎさんで美味しい焼肉食べに来てみてはいかがでしょうか。以上、ワッキーでした。